やばい、抽選。抽選、抽選、抽選。25日。下北。撮影できませんけど、下北からまず。で、すげえ悪かったら、赤い。じゃあ、もうここはゼロでしょ?7番かな?まあ、こうなるとだからな。いやー、どうしよう。選び放題ですが、どうしよう。狙い台こちら。大量にあります。マイジャグ2台、アイム4台、ファンキー4台、ゴージャグ4台。半分が狙い台。その中でもチェックついてんのが、まあ、中でもいいかなっていう感じ。7番だったらマイジャグ275とかいけるけど、マイジャグは入っても2台で、ね、入っても5、6とかそんな使われない雰囲気なんだよね。まあ、アイムも5が多いけど、6全然使う。ファンキーも6全然。たまに6入ってる。な、1台は多分6入ってる。で、5を何台か。で、これ、説明すると、の、パーセントは、このパーセントの確率で、この機種出します。っていうね。蓄積データがあるんで。っていうと、ファンキーなんだけど、7番でしょ?ファンキー多分全部取れるね、これ。設定投入率でいくと、323。これグラフは、これ、7日間のグラフ見れるんだけど、いい感じに下がってるところ。これ、2つグラフついてるのはもう、超いい感じ。6000枚とか7日間で凹んでるやつ。ファンキーに3台ぐらいあるんですよ。ちょっと、迷うなー。待って。どうする?どうする?来た。ジャック。ってことで、48分。さすがに繰り上がりは?え?え?1番?誰も来ない。マジで何に座る?いやー、あと10分。あと10分で詰めていく。いやー、ちょっと待って。しかも、現金もないから、超メダル。460枚。ほぼ一本勝負になるんで。どうする?マイジャグ。いや、11月は強いんだよ。俺。で、ここら辺でマイジャグ積もれる可能性全然あるけど。そう、詰めていこう。一番可能性高いとこ行くわ。マイジャグ。マイジャグ取りました。275番台。設定投入率が高くて、前日1番のマイナス台。で、今200ゲーム回して、ビッグゼロ、レギュラーゼロ。ブドウは 5.55。ブドウだけ。ブドウだけはいいけど、まあ、マイジャグブドウ基本いいから、良くなりがちなんだよね。だからまあ、中間とかの可能性はまあ、あるけど。まだね、ゴージャグ3、1、8番台とか空いてんだよな。設定投入率すごい高くて。あ、でも狙い台じゃないか。超メダル。今5プッシュ使った、あと残り5プッシュ。最初だけグッてへこんでそっからガーッていくから、もう460枚到達できなくて終わるんだけど、なんとか、なんか、ダメだ。いや、もうやりたくねえんだけど、なんか下北のマイジャグは出る気しない。とりあえず全部超メダル突っ込むわ。11時10分撤退。いやー、マイジャグはあの後、チェレグ当たって、でその後1ゲーム連で単レグ引いて、そこからまたハマって、マイジャグだけで投資8本で、もうさすがにブドウも 6.4 とかなんで、さすがにチェリーも悪いし、なまあ早すぎるけど見切って、で昨日のそんな出てない、不発っぽいアイムに2プッシュ突っ込んで、超メダル460枚マイナスと、狙い台のファンキー全部当たってるわ。あ、いやー、ファンキーだなー。いや、こういう時ファンキーなんだよ絶対。なんでマイジャグ行ったんだろう。マイジャグあっても2台、平均1台で中間も多いのに行っちゃったよね。いや、普通にファンキー行っとけばよかったなってことで、帰りません。畑ヶ谷行きます。
狙いで一応絞ってます。まあ5のつく日も旗がやちょっと弱くなってきてるけど、まあ一応マイジャグ2台、アイム3台、ファンキー5ジャグハッピー2台という感じで絞ってて、まあ平日なんで、まあ全然多分空いてると思うんで、まあどれかしら座れるかなと。もちろん現金は使わないんで、チョメダル500枚勝負でいきますか。着、目標プラス460枚、とりあえず下北の分をチャレンジしたい。ちなみに今月今5連勝中なんで、今日勝てれば6連勝。いやー耐えられるか。下北はねメリハリ系で、幡ヶ谷はこう中間多めなんで、少数機種には5っぽいの入ってるけど、まあ中間を上振れさせゲーなんでね。いやーとりあえず行こう。あれ、ジャグラーの示唆がないぞ。いつも出てるジャグラーの示唆がないんだけど。あれ、毎回もう絶対出てるジャグラーの示唆がないけど、怖っ。ちょっと別のもう一つの入り口あるんで、そこでもなかったらちょっと怖いよ。ついにジャグラー全捨てにするつもりなのか。2のつく日もジャグラー3分の2で回収っていう流れで、ジャグリストは5のつく日になんとかやってたけど、うわないな、なんか変なのやってる。これになってんだけど、何これ、これジャグラーの主査じゃないよ。怖っ。帰る、状況見てくるか。なんかやべえミスターあったんだけど、なんで捨てられてるかわかんないけど、あれ40何分の1で全部レギュラー169ゲーム、56分の1かで、ビッグゼロレギュラー3で、ミスター2台あって、もう1台の方もビッグ1レギュラー3で合算100切ってるで、まあ全体的にはうん、なんか狙い台マイジャグの217は結構良くて、でファンキーも良くて、でゴージャグとハッピー死んでて、アイムもあんま出てないって感じ。まあなんかね、最近幡ヶ谷ね、5のつく日とか2のつく日の特定日にガッて設定入れるっていうよりは、なんか何でもない日にもまんべんなく入れてるみたいな、だ常連さん志向になってる雰囲気もあるんで、まあいつも通りって感じかな。とりあえずあれは打ちます、ミスタージャグラー。まだ高設定1回も打ったことないからね。ここで高設定打ちたい。お願いします。罠だったね。あー、こういう日もある。むしろ勝ちすぎてた最近。12時20分帰ります。よいしょ。あー、まあいいじゃん。12時じゃあ1時帰宅。あ、まあ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 、こういうとちゃんと帰るって大事だから。コロッケ、これあと、はい、コーヒー豆、コーヒー豆買いました。ハッピーホリデイズブレンド、キラキラと影、2万負けだけど、まあで、ありました、ベーコンと、はい、アメリカ産豚ロース切り身
五ひらセット。はい。いやー、でも、すごい、ペカラス、ペカ欲が満たされねえなー、さすがに。2万で2ペカ?レギュラー2回。満たされねえ。いや、でも、ちゃんと帰ってから来れたのは偉いし、最後のミスターなんてあれ、ブドウ 7. 何とかだったからね。最初の2プッシュで1回もブドウ揃わなかったから、もうその時点でやべ、ああ、これもう飲もうと必死じゃんと思ったけど、あのレギュラーだけを根拠に続けてたけど、さすがに。まだわかんないけどね。いやー、ペカらせた意欲が。いやー、ファンキーだったな、最初。全部当たってるし。マジで。いやー、普通に、なんでファンキー行かなかったんだろう。なんか、今月調子いいし、去年も11月調子良かったんですよ、すごい。プラス20万ぐらい。さすがにこの流れだったら、マイジャグ いけんじゃないみたいな。ただのオカルトっていうか、感情に流されて行った結果、すぐに負けるよね。いやー、ファンキーだったなー。で、これ悔しいじゃん。で、明日、ジャグラス強気。リプレイサー来るでしょ?それ行きそうじゃん、すごい。でも、3分の1ぐらいでしか発動しないんだよ。で、しかも、2回連続いい感じに出しちゃってるんだよね、今のところ。3連続、据え置くかっていう状態でも今もう悔しくて行きたいじゃん。これで行ったらどんどん負けていくからね。明日夜が雨か。朝雨だったらもう行かないって決めたんだけど、夜か。じゃあ行くか。ほら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 。熱帯シーフードヌードル。これさ、蓋ついてる意味なくない?全然なんか意味なくない?いいじゃん。うわー、やばい。めっちゃうまそうなんだけど、俺。さらにここに、辛味を足します。いただきまーす。すいません。うわー、チーズで、とろっとろ。うまっ。うまっ。うん、はい、ぶち込み、浸して浸して行ってきます。うまっ、合うわ。うまかったー。サプリいただきます。やっぱカップラーメンだけだね、うん、ビタミン足りないんで、マルチビタミン。マルチビタミン&ミネラル。ビタミン C、ルテイン。はい。サプリが届きましたね。はい。この、今回ね、前に買ったこのマルチビタミンがもう、あと数個なんで、今回、マルチビタミン&ミネラルを買ってみました。ビタミン C はこのビタミン C で。あと、ルテイン。これね、ジャグリストにとっては目ってすごい大事。この目のやつです。で、家にあるハーブたちね。はい。やばいね。あー、あとこれですね。700円ぐらいのチョコレートね。これはなんか送料を無料にするためにねじ込みました。
ていうかあるんだけど、俺の最初にやってた前ジャグすごい上がってってる。いやー、だからさ、今月は言ったじゃん、昨日。今月はマジでめっちゃ勝てる月なんだよ。粘れば勝てんの。座った台全部高設定なの、11月は。ああ、幡ヶ谷のミスターも蔵前泊まり戻ってます。ああ、全部高設定です。俺が座ったやつ。いやー、なんか一瞬思ったんだよな。最初だけこうグッていく高設定あるじゃん。それかなーっつって。でも、そんなのたまーに、高設定、前じゃん。よし。やっていきます。タレ。全部、ほぼ大さじ1ですね。砂糖大さじ1。醤油もうね、ちょうどラスト。酒も大さじ1ね。ケチャップがね、ギリですね、これね。これか。味の素を3。で、最後に、おろしニンニク。こんぐらいかな。メインです。塩コショウ。小麦粉ね。こう、はい、ニンニク。チップ的に、はい、油ね。はい、で、ニンニクを。まあ、はい、ニンニクオイルに、ゴー、トゥーゴー、ゴー、ゴー。でも、いいでしょう。はい。素晴らしい。素晴らしい。で、多分、いい感じです。で、どうするんだっけ。あ、そうだ、バター。で、ちょっと油が多いんで、取るらしい。油取ります。バター。で、さっきこいつね。で、これでまた煮詰めていくと。まあ、こんぐらいかな。気のせいそう。はい。はい、はい、すいません、ちょっと。軽く煮詰める。これをいい感じに忘れておりませんよ、私は。トンテキ完成。めっちゃうまそうじゃないこれ。やばくねえか。さあ、いただいていきます。いただいて、しっかりとね、こういう感じで中まで火が通ってないと豚なんでやばいですけど。さあ、大丈夫そう。行ってきます。うまっ。うん。普通に柔らかい。全然余裕な柔らかさ。タバスコ的なやつをかけるとさらにいいらしいです。うん、あー
これ1枚150円ぐらいか。800円だったからね。5枚入りで。うまっ。これやばいよ。やばい。半端ない。負けたので、日課セッション。もうこれ飲み切ります。結構あんだ。2万負けに。データ見るか。あ、うまっ。うまいわ、日課セッション。まだ10時6分です。ここに載せるのは最終データを載せます。まず、幡ヶ谷からね。マイジャクから。210、俺の狙い台は、レギュラーは、今のところ足りてる。で、217。まあ、多分5だろうね。219もあんだ。あ、219はね、5のつく日、設定投入率激高。アイム。ないね。てか全部アイムダメだ。あ、でもレギュラー221だけ、レギュラーに触れちゃってるだけで、いや、レギュラーに触れちゃってるっていうか、ビッグを引けてないのかな。おー、じゃあ俺の隣が、あー、でもすげえ落ちたな。143が最初すごい出てた。でもなんかすごい前半すげえ調子良かったな。そうでもないけど、あー、でもこんな感じだね。230ゲームビッグ、82レギュラー、129レギュラー、2ゲームレギュラー、33ビッグ、32レギュラー、12ビッグ、22レギュラー。で、150ゲームぐらいでやめてったのかな。泥箱一箱ぐらい。エスパーやめしてましたね。で、そっからすぐ去って取ってたけど、誰かが。284までハマって、で、また600ハマってみたいな。今のところすごいやばいよ。5のつく日とは呼べないよ。で、ファンキー。ハッピーは ?139 がワンチャン、ガールズ。ミスター。ミスターは俺の隣。ガチガチ。5かな?で、結局俺の台はなかったですね。一回中間まで戻ったけど、そっから、ぐーっていって。まあ、あのブドウはもうないよね。もう俺の最初見よ。俺のやつ。俺の最初に見ちゃおう。マイジャグ。いやー、すごい上がってる。2000枚出ている。うわぁ。だから歌いいんだよ。座ったでやつ全部高設定なんだから結局。久しぶりに悔しい。だって結局これが当たりだもん。結局、1番に入場して、一発で積もれてたんだよ。アイム。293、ガチガチ。294も、ちょっと、すごい。これは逆に、ビッグに増えてるだけで多分設定あると思う。やっぱね、アイムは、島2つあって、29番台、の島がやっぱ強いんだよ。あ、311もワンチャンある。ワンチャンというか全然ある。レギュラー全然足りてるし。ファンキーね。321は落ちてって、323もちょっときつい。レギュラーに触れてるなど。これ多分5かな。324は結局なかった。だまあ2台かな。当たってたのは。で、他にありそうな303。4、え?どっちも4000枚出てんだけど、えぐいな。うわー、いいなー。4000枚はいいわ。今年一回も出してない。いやー、でもファンキーだったら、304吸われてたかな。いや、323とか言ってたな、多分。だとしたら、すーげーきつい展開だよね。ずーっとうぬうぬしてんの、これ。ゴージャグ狙いで305。あ、305回復してきてる。で、308はないか。で、316もない。319もない。あ、全然ダメだ。でもガチガチなのが318ね。318は設定投入率激高なとこですね。いやー、普通に1万円使ってれば、いけてたね。俺が辞めてから数十ゲームで当たってるから。で、そっから多分追加投資ない。つってもまあ、己の引きだからな。同じ引き、同じ回転数で当たるとは限んないからね。まあ、だから、相性悪いんだよね。
ちゃんが映ってるやつ、ね、すげえ、何このホワイティーな感じ、うわー、よし、じゃあ今日これ J-POP 食べてみます。いただきます。